小学5年の夏休みの話。大阪の端っこの田畑と里山に囲まれた地域に住んでた私の夏休みの日課は、朝4時に起きることだった。夏とはいえ、まだ日も昇らない暗い時間に目覚ましで起きた私は、服を着替え、懐中電灯、その他道具を携え、弟と両親を起こさないように玄関をそっと出る。この時間に外へ出ることは両親も了承していた。ちなみに、親の立場になった今はよくそんなことを許していたなと思う。真っ暗な田舎道を自転車で10分ほど漕いで着いた先は雑木林の入り口。黒く塗りつぶしたような鬱蒼とした林は、林というより森である。わずかな風にさわさわと音を立てる林へ懐中電灯を向けると、暗闇がその光さえ吸い込んでしまう。私は今からこの雑木林に踏み入ろうとしている。怖いに決まっているのですが、その怖さを凌駕する楽しみがこの林の奥にあったのだ。ふわふわとした踏み心地の腐葉土から立ち上がるカビ臭いような蒸れた空気の中を進んでいくと、熟しすぎた果物のような匂いがかすかに混ざり込んでくる。目的の場所はもうすぐ。その匂いを強烈に感じるようになった頃、一本の大きなクヌギの木が現れる。匂いの元となる木。私の目的はこの木であった。この木の樹液に集まるカブトムシやクワガタを採集するために、この時間この場所に来たのだ。今日は何が取れるのかとワクワクしながら懐中電灯をジュクジュクと湿った木のうろに向けようとしたとき、背後からパキッと小枝を踏むような音が聞こえた。ドキリとしたが、時々同じ目的の親子連れや自分より年上の少年たちなんかと鉢合わせすることがあったので、今回もそうだろうと懐中電灯とともに後ろを振り返った。そこにいたのは女の子だった。自分より 1,2 歳年上ぐらいの女の子。肌の色がとても白く、ぼんやり光っているように見えてぎょっとした。白っぽい提灯袖のブラウスと黒っぽい膝丈のスカートで、袖と裾からは細い手足が出ていた。右手には1メートルほどの長さの棒切れを持っている。おかっぱ頭で、顔はなんというかすごい意地悪な表情をしていた。うつむき加減で上目遣い、口元は片側に歪んでにやりとしている。本当に絵に描いたような意地悪な顔。え、何この子、お化け？人間？女の子がこんな時間に一人で虫取りに来るか？そんなことをビビりながら頭の中でぐるぐる考えていると、ここが本場なんか？と女の子が問いかけてきた。本場というのは、地元でカブトムシが取れる場所や木のことを指す言葉だ。人それぞれ自分の本場を持っていて、それは秘密情報だった。本場の一つやけど、一番の場所はここちゃうよ。唐突な問いかけと、問いかけの内容が秘密の場所に関わることだったので、どぎまぎしながらとっさに答えた。本当はここが一番の本場だった。そのやりとりの間に女の子は私に近づいてきた。得体の知れない女の子に間合いを詰められるのはなんだか怖いのだけれど、後ろはクヌギの木があって下がれない。やっぱりなんだか女の子自身がぼんやり光っているような気がする。お化けな気がしてきて鳥肌が立つ。
源氏欲しいんやろ。女の子がまた問いかけてくる。源氏とは地元の言葉でクワガタのことである。回答を言いよどんでいると、女の子がいきなり手に持っていた棒切れで私の腹をついてきた。痛くはなかったけれど、突然の行動に反射的に痛っと叫んでしまった。疲れたところに目をやるとちょっと黒く見えた。え、血が出てると思い、慌てて懐中電灯で自分の腹を照らすと、それは血ではなく樹液のようだった。松ヤニぐらいの粘土のありそうな茶色いベトベトした樹液。その樹液の真ん中が小さく盛り上がり、もぞもぞと動いているように見える。目の前まで服を引っ張り上げてみると、樹液に囚われた虫が一匹うごめいていた。虫は仰向けにひっついて、6本の足をバタバタしている。四つ星ケシキスイという虫だ。今の状態では見えないが、背中に四つのオレンジの斑点がついている虫。クワガタに似ていなくもないが、体長が1センチほどで小さく、子供たちの間ではいわゆる雑魚の虫である。そいつをつまみ剥がして藪に放り投げながら、こんなんいらんわと女の子に文句を言った。女の子は相変わらずの意地悪顔で、じゃあこれかと言うと、また棒切れで今度は右胸あたりをついてきた。すぐに懐中電灯でその部分を照らすと、そこには立派な角を持ったカブトムシの頭だけがひっついていた。うわっと叫びながら角をつまんで捨てた。もうやめろやとそう強く怒鳴った。その表情通りの意地悪な行動に、お化けか人間かということなど関係なくなって、ただただ腹が立っていた。でも女の子はひるむことなく、相変わらずの意地悪顔で左胸をついてきた。もうやめろってと大声で怒鳴り、女の子に向かって拳を振り上げて殴る素振りをした。それでも女の子は全く怯えることなく、相変わらずの意地悪顔で私を見ている。またろくでもないものをつけられたんだと左胸を見ると、ノコギリクワガタが生きた状態でもぞもぞ動いていた。とても立派な顎を持っていて、地元で水牛と呼ぶ最高のやつだった。やったーと一瞬思ったものの、なんだか女の子にもらったことが負けたようなというか、そんな気持ちになったので、自分で取るからいらんわ、とそのノコギリクワガタも放り捨ててしまった。そして、もう早くどこかに行ってくれという感情を態度で示すため、クヌギの木の方に向き直って女の子を無視するように虫取りを再開しようとした。ムカデがおるで、噛まれるで、と背後で女の子が多分意地悪そうな顔で言った。スズメバチには時々遭遇したが、ムカデには今まで会ったことはない。肉食のムカデは樹液には来ないだろうと思ったので無視して裏を覗き込んだ瞬間、ずるりと大きなムカデが這い出てきた。やあと情けない声を上げてのけぞった。背後からクッククッと女の子の意地悪そうな笑い声が聞こえる。その笑い声に続いて、マムシがおるで、噛まれるで、とまた嫌なことを言ってきた。右足に何かが触れた。触れたというか乗ってきた。夜明けが近づき、
懐中電灯がなくてもうっすら見えるようになった足元に視線を落とすと、運動靴の足の甲を横切るようにゴムホース状のものが乗っている。蛇だ。ゆっくり移動している。うっすら見える模様で何蛇かを悟った。学校の朝礼で校長先生が説明していた銭形の模様、マムシだ。体が硬直して冷たい汗が全身を伝う。早く通り過ぎてと必死に願うも、マムシは悠然とスローモーションのようにしか移動しない。ようやく尻尾が通り過ぎて、でもまだしばらく動けず、藪の向こうに姿が消えてからようやく硬直が解けた。別に女の子がムカデやヘビを私に投げつけたとかではないのだけれど、とにかく女の子に文句を言おうと振り返ると、女の子はもういなかった。さらに白んだ林の中、見える範囲にはもうどこにも姿がない。腐葉土を踏みしめる音も聞こえない。痕跡もなく消えたのと、いろんなことが立て続けに起こった後の早朝の静寂の中に佇んでいると、なんだか夢だったような気持ちになったのだが、自分の服を見ると3箇所に黒ずんだ樹液がついていたので、夢ではなかったことを悟った。そうこうしているうちに夜も明けてしまい、虫も1匹も取れず、さっき捨てたノコギリクワガタも探してみたが見つからなかった。意地悪な表情、行動だったけれど、ノコギリクワガタをくれたことだけは好意だったよなと気づいて、ちょっと後悔の気持ちが立った。家に帰って、汚れた服を見た母に怒られた。服を脱げと、汚れていないズボンまで脱がされてパンツ一丁になってテレビを見ていると、キャーと母の悲鳴が洗濯場から聞こえた。駆けつけてみると、座り込んでる母の周りに黒い粒が無数にばらまかれていた。よく見ると、それらは四つ星消し汽水だった。ズボンを洗濯機に入れる前にポケットをひっくり返したら出てきたという。逃げ回る四つ星消し汽水を拾い集め、母に言われて他のポケットを私が確認したが、それ以外は何も入っていなかった。まあ、カブトムシの頭やクワガタが入っていたら気づいていたと思うけど。結局、洗濯しても汚れは落ちず、服を一つダメにしてしまったことで母の機嫌を損ねた結果、早朝の虫取りを禁止されてしまった。それにしても、あの女の子は本当に何だったのだろう。人間なのか、お化けなのか、はたまた雑木林の精なのか、もろもろ状況を考えると、人間だった可能性が一番ないように感じる。棒切れを持っていただけで、懐中電灯さえ持っていなかったし、あの意地悪な顔さえしていなければ、可愛らしい顔立ちだったような気もする。翌年、早朝虫取りの金は解かれたが、それ以降もう二度とあの女の子に会うことはなかった。マムシには何度か会った。